do はい、タイ、FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。11時を回りました。3月22日、旧暦2月25日、小座じらばの時間です。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330沿いにあります、FM 小座のスタジオから生放送で、私、田辺幸がお送りしていきます。 この番組では沖縄に伝わる音楽、芸能の魅力を歌者、アーティスト、楽器制作者、イベント企画者、研究者、民謡ファンなどなど芸能に関わる方の生の声でお届けしてまいります。琉球芸能の知らなかった側面に皆様と一緒に出会うことができると嬉しいです。さてさて、私はですね、先週 この1週間の間ですね、すっごい感動したことがあるんですけど、初めて旧八ヶ正月の樹生馬行列を見てきました。那覇のかつては三大祭りと言われたそうで、今、那覇ハーリーと綱引きと、えー、っと、樹生馬かなえっと、<laughs> あれ、一個あやふやですけど、あなんですけど、 初めて見ましたよ。もう本当に感動しました。今年はですね、雨でですね、本当はあの外の辻、那覇の辻の路地とかで、あの道ジ根、ね、あの道ジュのこと、そのジュリウマ行列ではスネーと言ってましたけど、それをされるんですけど、あいにく雨のために会場を両手那覇の中に移しまして、大広間に通していただきまして、 見てきました、ジュリウ馬行列。皆さん見たことありますかね私は沖縄に引っ越してきてもうすぐ5年なんですけど、毎年見逃し続けて、あ、あ今年はいつかなって思ってるうちに、あ、もうこの前終わったよ、みたいなのが3年ぐらい続き。<laughs> 今年はもう、もう前もって、いつですか、いつですかと。<laughs> 探し続けて、やっと見ることができましてね。すごかった。 まあ、間近でですね、あんなに素晴らしい舞踊とか、歌とか、そして最後の行列ですね。本当にね、艶やかな瓶型を着た女の人と、女性だらけなんですよ。がね、あの、踊るんですよね。 すごい迫力だったし、綺麗でしたし、もう本当にね、沖縄すごいなとまた改めて思いました。今日はその話もちょこっとちょこっとしようかなと思いますけど、皆さんもなんこういうとこ行きましたよとかありましたらぜひ教えてください。メールアドレスは 761-fmcoza.jp またメッセージやリクエストは fmcoza のホームページから簡単に送ることができます。フォームがありますのでね、 ククリックしてていただだくと書き込むだけになっておりますぜひ参加してください。そして Ustream と t w i t スで映像,と映像と音声を配信しています。FM コザのホームページに行ってい,いただくと簡単に見ることができます。ぜひ覗いてみてください。さあさあ今日も。 始めていきましょう。あ、ルドロフさん、早速ありがとうございます。はい、最後の一番、ゆさん、こさじラバもよろしくです。よろしくお願いします。料亭那覇って高級料亭なんですか？うん、行ったことない。あの、初めて行ったんですよ。で、この普通の通常営業じゃなくて、本当にこのお祭り用に開放してくださってたので、通常営業の時に行ったことがないので、高級なんだかわかんないんですけど、多分。 でももう唯一ぐらい、ちょっとあまり知らないですけど、その料亭がもう減っていってて、この料亭那覇ぐらいしか今はあまり効かないんじゃないのかなと思うんですけど、値段的にはどうなのかな、行ったことある人教えてください。うーんとですね、多分そこまで高級って感じではないんじゃないかなと。でも料亭は料亭ですからね、うん、切いてなんすか。<laughs> なんか書き込み途中で送ったかなはい <laughs> なんですよ是非情報を知ってる方教えてくださいではですね今日も曲をかけながらお話ししていきましょうでは1曲目ですねやっぱり辻の歌をいきたいと思いますもうねもう辻が出てくるあの 歌って本当にたくさんあるんでもう何でも選び放題なんですけどちょっと糸数亀さんの「辻町子唄」お聴きください。 小ザジラバをお送りしております先ほどお届けした曲は伊藤、えー、和亀さんの歌で辻町子歌でしたはいあの今日はゲストをね三人来ていただいているのであのゲストとトークここからしていこうかなと思いますあのちょっと辻のあのジュリ里馬の話わかるみたいなねちょっと一緒にお話ししてもらっていいですかじゃあちょっと自己紹介からお願いします 千葉花織共同組合から今あの講師を担当していいいまますす大城とよろしくお願いします。千葉花の研修生でですすすよろしししくお願いしますそして 千葉の花織の研修の糸数です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、千葉の花織についてたくさん聞いていきたいんですけど、その前にちょっとジュリウマの話をね、<laughs> <laughs> あの全然さっき詳しいこと言わなかったんですけど、<laughs> うんうん、あの大城さん見られたことがあるそうで、うん、はい、あの一度だけですけれども、はい、うん、あの見に行きましたね。<ー>でも。 ままだあまり私がそれを何かが分からなくて見に行ったので,、はい、そうですよねなのであと,あとからあこういうものだっていうことであ聞いてあそういうものなんだっていうところで。っ、はいまあ、う単純にでもお祭りとして見ても全然綺麗ですけどす、うん、実はね深いいろいろ昔からの意味が、うん、歴史があって。うん 意味を言うとあのテーマは今年だけか分かんないですけど鎮魂ということでその辻で働いていた女性たちにもリスペクトの意味で鎮魂の意味でこのお祭りをやりますよということでおっしゃってましたね。で本当にこの那覇に限らず沖縄を支えるぐらい本当に税金もすごく納めていたとその地域の女性たちの働きのおかげで。一時期その ジュリっていうね遊、うん、女って捉えられてそ,の、うん、そういうものをこの大ピラニーっていうことで、うん、それはちょっとってことで途絶えてたらしいんですけどうん、うん、そういうことじゃなくて、うん、あの本当に立派に女性だけで働いていた場所であって。<laughs> ええ 本当に文化として大事なものなのでこれはもう那覇の観光にもしてほしいということでお祭り復活されたそうなんですよねもっとこんな話じゃないもっとちゃんとした話を最初にしてくださってえって勉強にもなりましたけどねすっごい綺麗なみんな瓶型の服着て着物着て前に板で作られた馬の 形なんか頭をこう前うん、うん、体の前につけて、そこからこのどうどうってやる紐をうん、うん、紅白の紐も両手に持って、うんうん、それに鈴がついていて、はい、シャン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 ってね、うんうん、それでゆいって言うんですよ。ゆゆゆゆって踊るんですよね。結構な人数ですよね。そうですよね。うん 人ぐららいいいっっしゃゃたんじなですかね私も今年はシンちルしか見えなかったんですけどもとても綺麗にこんな風だったっけみたいな感じ今年は特別室内でされたんでいつもはね外で道順へなんですけどねでもいろいろこういうのをきっかけに私たちも知らないことがたくさんありますね沖縄に住んでて沖縄にいても。 あの分かんないことがたくさんあるなっていうのが<ー>それぞれお祭りを見るたんびにはい、はい、それぞれに意味があって、うん、あの継承してる方たちがおられて、はい、いろんな形であの興味がこうだんだんにあの広がっていくのがちょっと楽しかったかなと思います。はい まあでもね私はあの沖縄じゃない出身が違うので、うん、いろんな地域のお祭りこんなのがあるのかなっていろいろ探してるんですけどでも沖縄元から沖縄の人は地元のお祭りをすごい大事にされてると思うんで。うん、そううですね,ね、うん だからそんなにまあこっちからしたら那覇はちょっと遠いかもしれないんでね知らないってこともあるかもしれないと思います。は、うん、はい、はい、うん、で、千葉那覇花織自体も元みあのお祭り、はい、あの女性だけの薄デークのお祭りが、はい、<の>それ私、今言おうと思ったんです、うん、<う>私が薄デークち葉なの薄デークね2年前ぐらいに見に行ったんですよ。感動した <laughs> はいあの 探してこっちからね番組終わってから今やってると思ってその頃小コザジラ日曜日だったんで公民館ででしたけはいそうすね一応で元はそこの村の拝頭があってそちらから出発をして道順をしながら今公民館の方で最後の獅子舞の踊りまでっていう形に今なってるそうです。そそうれも わかんないけど、電話してもう公民館に、いつあるんですかって電話して、なんか、わかりにくくないですか。地元の人しか、多分想定してないんですかね、来るの、うんうんうん。基本的地元のお祭りなの。そうですよね。あの、見せるためっていうもののお祭りでは、もともとないんですよ。自分たちの神々とか、五穀豊穣ですとか、子孫繁栄とか。地域の人たちのためのお祭りなので。 娯楽ととはちょっっ発祥が違ていたかもそうですよねそうですよねあのんかいわゆる屋台とかがずらって出てねえ予あ生でねゲームとかがあってああいう感じじゃないんですよねお祭りと言ってもねだから私はそういうのが好きでわざわざ探していくんですよねこのちばなの薄デークもまずもう私が行ったらちょっと始まっていてこの1階から入っていたら 何これと思ってだんだんそれが近づいていってわわって入ってたらもう皆さん踊りながら歌いながら回っておられてその時にんかいろんな衣装のんかこの角があるのか分かんないんですけど女性この衣装が違うグループが何グループかあってこのグループは何色の格 なんですドゥ<の>、ね、ジンであとかジンあ,ジンあとワーボーイといってあの年代ごとにあのこうだんだんに衣装が変わっていくっていう形ですね。うん、あ年代ごとなんで,す、ねんね、で最初の最初の頃のお話だともうほ女性だけのもので、はい、幼稚園生とか子どもたちまでとかそういうみんなあ女の子たちが集まってあの踊る。 あの行事だったらしいです私も千葉の地元ではないんですけれども<ー>その研究会を立ち上げた時に、はい、そういうお勉強とかお話を聞く機会があったので、はいはい、あ何の研究会ですかあの千葉の花織、はい、今事業所なんですけどもともとは千葉の花織研究会から始まったんですね。 でそのスデークのお話をもとにあの地域沖縄市にもこういうものがあるんだっていうことであのそれをあの継承していこうっていうのが始まりでここ8年ぐらい前に<ー>あの共同組合っていう事業としての人員展開をしていった流れになりなるほど、はい、織物だけっていうわけではなく最初はそういう地域の芸能も含めて。うんうん、で毎年お手伝いに行き、はい、おばあちゃんもたちとお話をしたり。はい であのその歌自体もずっと交渉で、うん、言い伝えの交渉であったらしいのを、はい、何年か前にその自治会の方たちが奮起されて、はい、あの。 ちゃんと CD に残して歌詞を作って楽譜を作って、はい、っていうお作業までされたそうですその CD はどこにあるんですか多分自治会の方かと思われますね<わ>私たちの方ではなくて自治会の方で独自にそういういちゃんと保存会の方たちがいらっしゃってちょっとそこまで調べてなかったんで,で、ね、今日は千葉の薄デイクの音絶対あったらかけたいって思ったんですけど、うん、なくてですね <laughs>、うん、<laughs> そうか、うん、じゃあそういう CD が存在するんだったらまた今度探しに行きます ぜひあの自治会の方で保存会の方たちが今ちゃんとそれを守ってらっしゃるのでそちらの方でお話聞かれたらもっといろんなお話が聞けるかと思います。 いいですね。じゃあ今年もあの夏ぐらいでしたっけお盆はい休休ですね旧日の8月の15日16日あたりにあのやるんですけれどまず薄でいくがあってその後にあの馬原性があるっていうそういうあの流れ流れと組み合わせに私たちはもう聞いてますね今子供の国でやってるやつですかもとはであのまああちこちに 競馬場になかババって書かれてる馬の場所ってババって書かれますけれども千葉の方で千葉のババアの跡地がありますしあと鳴き陣普天間あの中部だけでもいくつか北部にもいくつか南部にもいくつかと鳴き陣は見たことあるかもしれないですなんかとても美しい場所ですよね松林があってそういうところが何か所かあったそうですねはいあ じゃああの今日はですね、うん、曲も交えながら行きたいんですけどそのね「千葉の薄デーク」のまままた今後日探すとして <laughs>、はい、でその「千葉の薄デーク」見たときにそのあるグループは「千葉の花織」の着物を着ておられてああと思って <laughs> 着物で初めて見たって私あの。はい あんまり沖縄市の工芸品好きだけど、うん、そんなに知ってるわけじゃないんでうん、うん、その時着物で、はい、その千葉の花織が使われてるのを初めて見て、うん、あなんて、うん、なんていうかこう、うん、かあの気品があるっていうか、うん、すごい上品で。使わ,で使われているののがシンプルなので、うん、あのこう 華やかさには欠けるかもしれませんけれどもその中でのこの生殖,生殖さみたいなのは出てるんじゃないかなと思いますね、はい、何差ですかあの<性>色っていうのが、はい、あの時代の方たちはあの好きな色をいつでも着れたわけじゃないらしいんですよ<ー>でちょっとその話面白そうなんで、はい、んあの <laughs> ちょっと曲かけた後に聞きましょうかねはい,、うん、はい、ありがとうございますでは1曲お届けしますコーチ亀千代さんでもっと花風伏し コタジラバーをお送りしております。曲中にめちゃくちゃ面白い話を大城さんしてくださったので、もう一回してもらってもいいですか私<だ>けいや <laughs> あのね、あの、千葉なースデークのこの衣装が、この年代別に色分けされているって話先ちょっとして、で、この色の意味、意味っていうか、その昔は身分によって、 着れる着物が違ってとかいう話をね今してくださってたんですけどどういうことなんですかこのさっきのねジュリウマとかだったら本当に綺麗な瓶型の黄色とかピンク白とかね本当に色鮮やかでね綺麗なんですけどその当時昔の人は。そそうでですすねね私の当時生きてたわけじゃないいは全部わかるわけじゃないんですが。あの 最初に私が一番の花織と出会ったのがあの今講師を務めている研修がきっかけで、はい、沖縄市が一番<ー>の,の花織の研修生を募集してるっていう 2>、はい、私2期生なんですけれども、はい、それがきっかけで一番の花織をそそうなんでですね、はい、でそれまではその あのそういう仕事に携わっているわけでもなくて、はい、全く素人で入ったんですけれども<ー>その中で教本の中で地元の方たちの,あの保存会の方たちのお話ですとか、はいはい、あとお勉強を教えてくれた先生方のお話ですとかっていうのを聞いて、はい、あのお勉強させていただきました。うん、そのの時にい年年からら前前後ぐらい前のあの 織物であって、はい、でその頃っていうのはあの身分で着るものの色とか素材とかをこう区別っていうのかな、はい、差別っていう言葉おかしいんですけれども、はい、区別をされていいたたみんか黄色は王様しか着れないとか。とかね、うんうん、あの日本にも本国にもありますよね沖縄だけではなくてねう、うん、あのそういうふうに身分の,あの位を決める色だったそうです。はいはいで 基本的にはその頃っていうのはあのバサージのあのバショウの粗いあの薄い糸ではなくて粗いあの糸で取られたのが日常着で着られ着られていたそうですね。今バシ布って言ったらまた高価なものになってますけど昔は平民が着る。うんでもそのバシ布でもあの粗いそう真ん中の細い綺麗なものは。 貴族の方たちが着るものであってはい、はい、で周りの皮の厚いところとか<ー>そういうものはあの、まあ、繊維としての機能がありますから場所は沖縄ではよく育つしはい、はい、面花よりはあのもしかしたら手入れがしやすかったのかもしれません、ねはいはい、作りやすかったっていう着るものとして、はい、ものとして。<ー> 綿花も入ってきたのがさつまいもと一緒に入ってきてるんですけども、はい、基本綿の糸っていうのはお布団ですとか、はい、あの私私もなかなか冬物とかそういうものに多く作われていて。はい 基本的に着てたのはまあ母から聞いたんですけれどもあの頃は場所の着物が普段着でした。<ー>うん、なんか今でもねその平民の役のね沖縄芝居とかだったら <laughs>、ね、このオウ色と黒の縦縞とか。そうそうそうですよね。<laughs> うんうん、やっぱりその通りなんですね。みたいですね。うん、でそれでそのじゃあ薄デークでなんでその布かって言われますと、はい、あの年に一度だけ旧暦のその8月の15日だけ、はい。 お祭りでみんながそういう色を着てもいいですよっていう上からのなんでしょうかんかこういうお許しじゃないけど通達こうみんなで楽しむ余裕を楽しむっていうことを今だったら別に何色着ようがね私も派手好きだからいつも普段から派手派手してますけど本当に普段はそういう地味な色しか着れないところ今日はもう何でも何でもっていうかすっごい綺麗な色着ていいよっていう。でももそれ 売ってるんではなくて自分たちで作らないとないんですよ。それであの農,農耕しながらあのその仕事の合間に夜は糸を紡いでとかあのそうやって1年かけてそれを仕上げて置物に仕立ててその日に着るその日だけしか着れない。 っうのああもうじゃあもうこの気持ちの晴れやかさがもう全然、うん、思いが然ね然 1>, 1年貯め込んだね、うん、あの来年これしようとかこうしたいとか、うん、あの人に着せてあげたいとかあのそういういろんなこう人の思いっていうのが詰まったものだったと思いますね。そ 根付いてるというか父の方たちが守っているお祭りだったと思いますまた衣装の見方が変わりますね階級ではないんですけれどもご年配の方から大きなあの着物を下からかすりの着物を着て上から羽織るよくあのお祝いカジマとかのお祝いに上から羽織る瓶型の黄色いのがあったあれと同じような感じで竹はもう 付き切りなんですよあれ竹上げなくて下からお着物が着られていて、はい、一番ご年配の先輩があんですけど、はい、上,上から羽織っているワーボーイっていうのがあるんですねワーボーイ上着っていう羽るいうああれ打ち掛けじゃなくて、うん、そういう打ち掛けに近い打ち掛けのような感じですよねお着物着て、はい、打ち掛けみたいなはい、はい、で裾はでも,もうあの引きずらない竹ですねはい、はい、あであって、はい、で次があの今度は もうちょっと下がひだスカートみたいなカカンっていうんですけど、はいはい白いカカンとかがよく見かけますよね。昔は歳字でよくあの切、うん、られたものらしいです。うん、それにちょっと丈の短いあの馬乗り袴みたいなあのうものを着て、はい、そ,それが次のちょっと若いおばあちゃんたちというか<ー>ご婦人方たち。 <で>あのかかんってねプリーツスカートの白いやつみたいなやつ想像してもらったらそうですねはい、はい、今流行ってますね流行ってますよね売ってますよねあれあれ、はい、あんな感じですねでだんだんにあのもうかすりの着物だけとかはい、うん うん、そういうふうにしてだんだんにこう年代ごとに来ていくものがあのそれでこううわや敬う気持ちとかっていうじゃないんですかねきっとその位とかではなくてうそういうふうにあの区別をしてだんだんに先頭に立ってるのが一番先頭のおばあちゃまたちでんだんだんに若いご人型の方になっていくっていう。はいはい、でそれがが継承してて皆さんがねあの 旅立たれたら、またどんどん上がっていってっていうふうに、こう輪廻になりますね。ねそういう思いがあるんじゃないかなと聞いてますけど。今、千葉の薄稽クの話ですよね。はい、この見ていても、<laughs> 戦闘とか、戦闘に近いような方たちの力強い歌とか。踊りを本当に感動しました。もうすごい結構。うん、うつすいだと思うんですけど。うんうん、そうですね、うん。すごい地味な踊りなんですけれども。あの飛んだり跳ねたりするわけでもなくはい、はい それにはその歌,あの歌ってる歌に私も全部はわからないんですけれどもあのおもろそうの時代のから通じるものがあるんだっていうことで保管されているみたいなのででもそれも1年に1回しかやらないからよく継承されてきてるなと思います。すでねそうですね、うんす <laughs> それはもう本当に保存会の方たちのご尽力だと思います。へーすごいちょっと話が逸れてるような気もしますけどね。あの <laughs> でもあの折りの今日はね折りの話なんですが、しかもね<う>二人全然声出してもらってないので、戸川式さんと糸数さんはなぜこのえっ、ー、と千葉な花織り研修生になろうと思われたんですか？はい、はい。えっと私は中学校の時に花織りの体験をして。はい その時にとても楽しかったので、将来こういう仕事に就けたらいいなと思って。はい、来ました。はい。なるほど。よかったですね。そういう体験する時があってね。はい。あ、じゃあ糸数さんは。私もともとちょっと関わりがあって、折に。対して。地元でもあるっていうのを聞いて。そこからちょっと興味を持って。で、ずっと気にはなってたんですけど、ちょ、きっかけがなくて。で、あ、ちょっと。 今年去年ですかきっかけがあってちょっと見てこようかなと思って去年の研修生のやつを見に行ったんです作品展示会行ってその時にちょっとやってみたいなっていう気持ちが出てそれでちょっと応募させていただいてみたいなきっかけですねへえ皆さん自然な感じでへえんかでね私も工芸大学工芸科で染色なんですよ はいはい、そんですごい興味があってで沖縄に今いるんでね沖縄の工芸品知りたいなと思って今日は、ねうん、聞きたいなと思ってお呼びしたんですけど、はい、で千葉の花織のじゃ特徴ちょっとここででお伺いしていいしてすか特徴としてはあの藍染めの地に、はい、あの縦浮きの花の色が赤と白というのが基本伝承の色になってますね。 3色でシンプルなんですけどとてもなんかあの可いいっていうかこの藍とおっしゃいましたけど、はい、相当濃い愛ですよね、うん、あの何度も染め重ねて、はい、あの濃く染めることで、はい、価値が高くなっていくっていうのが藍、はい、染めの評価になってたみたいです。で薄手クのものに関してはあの琉球藍って言いまして沖縄で元部の方で作られている琉球藍を あの染料にしていただいたものを私たちはそれをあの溶かして使うんではなくて発酵仕たてみたいな形でちゃんと発酵させて染料にしてそれをこう毎日管理しながらっていう研修もするんですけどそれで愛を立てるとか言いますよね愛立てをするって言いますね発酵して泡が立つんですよ愛の花が咲くって言いますけども綺麗なあの 赤紫の花がね、うん、泡みたいなのが出るんですけどそ,す、ね、その時が一番調子がいい時かなでそれをこう何度も染め重ねてあの自分たちが思う色になった時にで赤はあの植物染料とか、まあはい、天然染料っていうのを主に、はい、化学染料ではない染料を使って赤色を出して、はい、で白地はあの木の皮ですとかでしぶきといって少しベージュがかった色にして。はい それをあのつく使っていますすす糸糸はい、は何ですかは綿でか基本的にもともとあった資料というか残された資料が数少ないので、はい、その資料からの,あの私たちは読み込みでやってるんですが、はい、の綿の糸ですね。 紡ぐのもされてるんですか綿糸は今紡いではいません前に研修であの他の産地の方から綿の紡ぎ方、はい、沖縄ではもう綿紡いてるところがなかったので丹波、ね、の,の方から向こうはあの畑が綿花、まはい、の畑があってはい、はい、それを紡いであの自分たちで作ってらっしゃるっていう産地があったのではい、はい、そちらの方からあの講師をお願いをして。 私たちも少しだけ練習はしたんですけれども、うん、さすが綿花が沖縄ではなかなか言わなくてそうなんですね、うん、であのなんとか栽培というか、うん、種をもらって栽培はするんですけれども、うん、沖縄でできる綿自体の,あの足が短いというか綿自体の繊維がこ細かいので、うん、こう糸にするのにはちょっと難,難儀な仕事でもある。 今でもエジプト麺とか、うん、あのアフリカの方とかああいう乾燥してるところの方が多分沖縄湿気の方か,かなーあーそっかすごい湿気ですもんね <laughs> <laughs> はい思いますへえなるほどじゃあまあフードにあったものでね,うでね、うん、ああそうなんですねこのねちょっと話飛ぶかもしれないけど朝、うんうん、地君寺とか言うじゃないですか、うんはい、あれね濃い方がどうなんですか あの技術的にもね濃くするのすごい大変じゃないですかです、ね、何回も何回も重ねて浅いのはあのこの色の変化を楽しむっていうのもありあと藍を染めてもだんだん色が焦ってくるんですね長い間っていその色を焦るのも楽しみましょうっていう,、うん、ていうそういうあの両方の意味があると聞いたことがありますね。 あのそうですね一回染めただけではどのぐらいの色になりますかね口で説明するの難しいと思いますけどす染料の状態でとってもいいすうもう染料があまり調子良くないとはい、はい、全然持ってですね、うん、もうムラムラになります染めるって一緒にっても一色きれいに同じように染めるのが難しい<ー>同じ色に同じ状態でその前に糸染め もうされるんですよね今、ね、はい、はい。その染めたい糸で織るので布を染めるのではないのでそうそうそうですよね織、うん、りの今りの吉羽菜花織りの話しているのでこの染めた糸を染めて、うん、それを、ねあのそね、セットしてから織、ね、っていくっていうてい、うん、研修生の方は何,何年っていうか期間はどれぐらいあるんですか 九ヶ月。あ、九ヶ月、はいはあ、じゃ、染めまではやらないです。染めもやります。あ、やるんですか。はい、おお、楽しいですね。 ハードでちばな花織の特徴がほかの産地では染める人と人って分かれる場合もあるんですがうちでは一貫して自分でデザインをして自分で染めて自分で糸繰りをして自分で仕掛けてあすいません自分で織るで自分で仕上げをするまでできる一人で全部できるっていうのを研修の中でやっておりましてそうすることで。 誰かいなくなってもというか、やれる人がやっぱりあの続けるの大変なので、誰か一人でも残ればその技術が検証できるのではないかっていうあの考えのもとに全工程あの全く素人の方たちなんですけれどもやっていただいてます。結構ハードかな楽しい。とがしきさんと伊藤和さんはじゃあ九ヶ月目ぐらいなんですか今もう終わるところ。そうですね三月で。 どうですかやってみてどうでしたかどうですか率直にえっととっても楽しいなと思いましたはい大変なこともいっぱいあるんですけど続けていく行きたいなって思いますあ素晴らしいどんなところが楽しですか一番楽しいのは染めて色の変化を見れるとかはいはいはい 折るのもしどんどん仕上がっていったら、はい、この出来上がっていくのもね、はい、こっち見えますもんね折、はい、り進むのもすごい時間かかると思いますけどす、ねはい、時間かけて出来上がっていくのを見るのが楽しいそうですよねはいんは <laughs> デザインも自分たちでやるのでそれがものになるっていうのが目に見えて分かるので、うんはい、それはもうすごく楽しいし達成感もありますね、はい、そういうあのに織はデザインの時点でそのデザインしたものをどうやったらできこのその、うん、<laughs> その通りにできるかっていうところが一番頭使いますよねそうですねで賢くないとできないわと思いました <laughs> 色も自分が欲しい色が出るわけでもないのでそれもまた楽しみながらやるのも,も,るも,のも。花織りっていうのはこの縦糸であれですかた縦糸だけですかあ横糸もああの横糸は織る横糸織るんですけど、ねはい、は地の色を織る地の糸なんですけども縦の方に花が浮いてる縦浮き花織り っていう技法なんですね。この浮くように折ってるんですよね。はい。でそれのデザインを基本のものもあるけれど勉強しつつ自分でもデザインしていくと。じゃねそのねじゃどんなものこの口で言ってもあまりわかりにくいかもしれないんで展示があるということで、はいこの説明お願いします。三月三月の二十三日明日からですね。二十六日まで。 沖縄市の役所の市民ホール1階で。やります。研修発表会。はい。ですね、市役所市民ホール1階ですね、はいはい。時間が9時から17時まで。はい。やってます、はい。明日からですね。はい、4日間。四日間ここ。へえー。何人ぐらい今年いらっしゃったんですか。 研修すごいで今日ちょっとリーフレットあおはがきをね案内のおはがきをお持ちしたんですけれども、はい、これかな、うん、これで10人分あるんですけれどもこの面のこっち<ー>、はい、これが今このデザインみんな違うんですけれども、はい、古典柄を基本に。 それを組み合わせて皆さんが考えたものがこれ面の帯地なんですが、帯地入ってそ下の方にあるのがまた絹の帯地になります。はい、帯地を面を1本絹を1本っていう形で折ってで、あとはその作品の説明とか糸の見本です。とかっていうのを展示しておりますので、はい。はい、すごい。あの写真で今見てるんですけど、すごいプロみたいですね、はい。<laughs> 上手じゃないですか。上手だって。ええー、あの、千葉の花織のこの利用される先っていうのは帯が多いんですか。いや、あの、それだけではないですね。小物の方小物というか、あの、私たちが日常に使う。あの、コースターですとか、ショールですとか、あと小物入れですとか。うんうん、飯入れ、こう、さまざまなものがありますね。はい。ええ。 あ確かにコースターとか、ね、小物もいいですよね、はい、あの小さい柄なんでね、うん、小さいもの生えますよね。あえ、うんうん。でかりゆしにも使われますし、うん、へあえっおりでかりゆしウェアですか そういうご注文もいただけたりしますしお掃除でとかあとはネクタイはいはいはいあいいですねであとミス・ハイピスカスのご衣装とかも花織を使わせてもらったりなんかしていますねへえで伝統的な薄デークの時とかあとはあの うんまはらしにもね、うん、そうですね。すねあの子供の国のほうが、はい、はい、あの作っていただいて、はい、あの今まだそれをまたお祭りね、ね二四回ぐらいしてるのかな、その時に来ていただいてるんです。はい,はい。はいはい、あれで、あ見たことあるって人多いかもしれないですね。そうかもしれませんね。ね<え>で子供たちも子供の国なら見る機会があると思うので、今ジョーパこの間お祭、ま、り イベントの時っ,ったら乗馬してる子小学生とかか多いんんでですすねあそうなまあのポニ,んポニーちゃんとか宮古馬とかか馬の,の馬を守るるっててていううののののも連携ししそうです、うん、あの子国国さんの企画としては宮古馬とか、うん、沖縄の実際の地場ですね。 あの、走るまではなくて、元々の、あの、地元にある品種の、あの、保存、種の保存っていうのも関わってるっていうお話をちょっと聞いたことがあります、うんうんうん。すごい。あのですね、じゃ、あちょっと話戻ってですね、<laughs> すいません、ね。あの、徳嘉敷さんとか、愛鷹さん、ま、た続けていきたいということなんですけど。はい、続けるってなったら、どうなるんですか。工房は、なんか、どっかにあるんですか。工房自体は。ない。 あじゃじゃ個人で。あ、ええ、じゃ、あ私の方からの、はい、の、いいのかな。<laughs> すいませんね、急にそんな質問いい。あの、研修生終わ、はい、研修が終わると、一二年ですとか、二三年ぐらいは。大体の方がですね、はい、一般で言うと、大体の方が、あの、すぐ商品を作ったりするのは難しいので。あの、その研修をしながら、ものを作りながら、自分たちで、それを、あの、クリアしていくっていうことで。はいはい あの今ある作業所の方で千葉なの方にある作業所の方で、はい、1, 1、2年は皆さんあのそこであのハを借りてあ<あ>できるんですよね貸し,貸し出しをして使っていただいてはい、はい、あの商品というか製品を作っていただく仕事をお願いしています<ー>はいであと何年かすると <laughs> すいません。 あのご自分のご自宅ですとか何人かでこう工房みたいにお部屋を借りてですとかういうふうにあの個人で仕事ができるあのスペースを作られる方たちっていうのも何人かいますし実際私も自宅の方で自分のものは持ってあってそういうふうにあのやってる方たちがどんどん増えていって、はい、あでも家でできる仕事って素晴らしいじゃないですか、うん、女の人にとって私とてもいいんじゃないかなって思いますね。えーまあ、男性の方ででででももいいいんんすすすけけれども、うん、あの区別するわけではないんです はい、があの特にこ,うこれから若い子たちもそうなんですけども、うん、あの結婚したりとか出産、はい、したりとか、うん、あとまたお年私たちもそうですけど介護があったりとか、はい、いろんなことでこうちょっと時間を継続できない時も出てきたりするんですけれども、うんうん、その時間の融通とかできたりするので,で,でもしそれがでも仕事としてするのはとっても難しいです。 正直なところああの自分がおらなければ何にも何にもな,らないのでそこにいてお金をもらえたりするお<ー>仕事ではないのでそうい、ね <laughs> うん、う,うと健康管理ですとか、はい、場所のこととかいろんなことがこうリスクが出てくるんですけれども自分のライフワークの中でこういうふうに携わっていきたいとか。 だから工芸っていうのがもの物の豊かさよりもそ,のそれを作ったり使ったりする人の心の豊かさを、うん、あの求めるものであるっていうのが。うんうん 工芸のあの一つの道筋だと私たち思ってるので、うんはい、そういうことを考えるとあのまあ買ってきたら済むことなんだろうけれども、うん、そういうことで携わるということで、うん、自分の生きてる中での心の豊かさっていうのを自分も味わい、うん、また皆さんにも感じてもらえたらいいなと思うことで続けている言動で、うんうんね、ものってわかるんですよ、うん 丁寧に作られてるものって長いこと見てたいし長いこと持ってたいしだけどそれをねもういくらでも買おうと思えば何だって手に入るじゃないですかでもそれをやるんじゃなくて本当に丁寧に人が作ったものっというのをぜひだから若い子たち年齢の差もたくさん今年は特にね先輩方もそうだ、それを言わないとまた来年度ってうんですか。 あの募集されるんですよねはい。教えてくださいじゃあ,あの募集要項を今日お持ちして、はい、ちょっと読み上げても大丈夫ですか、はい、お願いしますじゃ平成29年度千葉の花織後継者育成事業研修生募集をしております応募、はい、の条件ですね、はい、沖縄市に1年以上にわたり在住しているものとするで、うん、2で,2で研修終了後は千葉の花織事業共同組合が行う生産活動に参加をすること、うん あと期間ですね研修期間は平成29年7月の1日から平成30年3月の31日までの9ヶ月間とする、うん、研修の場所です沖,あ沖縄市にあります沖縄市千葉菜に,にあります千葉菜花織事業共同組合内で行います、はい、で願書の提出の締め切りですね、はい、平成29年5月の31日、はい 午後の5時までとなっておりますのでよろしくお願いいたします。はいうん、基本的授業料はあと沖縄市の方から奨励金とい研修奨励金といいますか交通費程度なんですけれども、うん、少し援助がありまして、うん、あの市の方もあの応援しておりますので<ー>ぜひあの皆さんによろしくお願いいたします。<う>で提出書書類ですね研修願書 これは千葉の花織共同組合かまたこの展示会のうち市役所の方でも置いておりますので、はい、願書の方をもらっていただいてあ,のあと住民票提出日から1ヶ月以内のものを提出をお願いいたします。うん、で、書類受付及び問い,問い合わせ先ですね。千葉の花事事業共同組合事務局電話がが担当が 神だと池間になっております。はい、ありがとうございました。じゃあの千葉な花織事業協同組合から大城さんと伊藤式さんと伊藤さんに来ていただきました。あの展示ぜひ市役所に明日からありますので見に行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、時間が急に急にマイクつ大丈夫です。言うこと言うべきことがあります。ありがとうございます。いっぱい宣伝させていただきます。話が面白くても。 先生先生なんで。ありがとうございました。本当になかなかね研修生にいつも同じ話してます。はい。勉強になりますね。またぜひあの展示会を見に行ってください。はい。びっくりしますよ。えこんなを作るんですかみたいなね。じゃあお疲れ様でした。今日はじゃあいはい、終りましょうか。 はい。<laughs> 最後また一人で喋ります、ね。そしてから出ていきます。<laughs> はい、今出た方がいいです。あ、なってた。どっちでもいいです。当ててもらってもいいです。<laughs> <laughs> すみません、ね。<laughs> ありがとうございます。 小田ジラバをお送りしております。はい。今日もね、お話が面白くてですね、曲もあんまり書けないし、メールも来てるのにあんまり読めなくて。すみません。また来週読みたいと思います。あの、いや、まだまだ聞きたいことがあってですね、また読んでいいですかね。<laughs> また読んでいいですかって書いて。ああ、すごい面白かったです。ちょっと、 説明に時間かかるような折の,のこととかもね話したのでもうちょっと時間本当に欲しかったなと思いますとりあえずあのねあ今の聞いてうんどういうことかなってちょっと興味持った人は明日から市役所の市民ホール1階にて展示されてますのでそこに行っていろいろ聞いていただければいいかなと思いますなんかぜひ見に来てください面白いですよとおっしゃってました、はい、私も見に行きたいいと思います いやーあのね芸能にはやっぱり衣装はすごい大事じゃないですかでそれに使われているね今日は「千葉な花織」取り上げましたけど全然もっと聞きたいああ面白かったです <laughs> はいそれではねえー、っとですね1個だけおすすめイベント情報ですもうメール読めなかった人本当にすいませんえー、っと 久高島光と風と神々とという日賀康夫写真展があります。こちら24日から29日です。日賀康夫アトリエにて入場無料です。11時から5時の時間に空いております。日賀康夫アトリエは沖縄市山内3-2-41。電話は070-5417-9195番です。 ぜひこの場所も素敵だし写真も素晴らしいしそこで流れている音楽フィールドレコーディングあのこの前ゲストに出てくださった宮里千里さんがされてきた高でのお祭りの様子とかね多分音楽流れてると思いますのでそれも含めて是非すごい楽しめるというか、うん、すごい展示だと思いますので是非行ってください。それでででははこの辺辺失礼しししまます。今週もありがとうございた。た。お相手は田辺由紀でした